昨日横浜を出て、約30時間で、長崎市の廃棄という駅まで来ました。明日4番乗り場の列車は12時39分発普通列車ワンマン鳥栖行きです。明日多良岳に登る予定なんですけれども、どうもバスの時間がどうも朝に2本しかないみたいで、ちょっと調べてみないといけませんけども、もしかしたら今日はどこかで、キャンプすることになると思います。今7時20分ですね。もうすぐ、尾根道に出ると思いますけど、このぐらいの感じ。今登ってきた道です。晴れてくると思います。でもちょっと雲も多そうですね。今7時45分です。ようやく尾根に出ました。天気は良さそうですね。ちょっと風が冷たいですけど、これから右の京ヶ岳へ向かいます。ようやく着いたようですね。京ヶ岳頂上、日も出てきました。ちょうど日、雪がね、親切で綺麗ですね。今10時15分です。今、ペットボトルの水がシャーベット状になっていました。結構寒いんでしょうね。もう鳥がいい。今10時50分高崎に着きました。どうなってっかな。高崎です。一礼して、いい天気ですね。高崎の展望だそうです。ちょっと木がね、邪魔になってますね。頂上時のリンゴはまた格別ですね。新雪なので結構雪が舞います。こんな感じになりますね。冷たい。今14時、ここでバスを待っているところです。奥に見えるのが、こちらですかね。向こうが高岳。何でしょうか。ともかくすごい下りです。普
通の遊歩道には考えられないほどの勾配ありますね。すごい通らない。東大、雲仙だけ見えますね。砂浜に出ましたけど、この木は何の木なんでしょうかね。あちこちにあるんですけど、すごいですね。今11時半です。野田浜、海水浴場キャンプ場に来ています。非常に 冬なので人はいません。ここは無料のキャンプ場ですね。非常に環境のいいところです。素晴らしいところです。ここなら2泊してもいいと思います。